ただいま。お？リビングに足を踏み入れると、何やらいい香りが鼻腔をくすぐる。これは、シチューかな？ああ、お帰りなさい先輩。なんだろうな、いじられる、こう、いじりさえ、いや、まあ、いじるのも別に悪いんじゃなくて、こう、別にね、いいんだけど、いいんだけどさ、なんか、こう、まっすぐストレートに、こう、ね、いいよね、こういうの。ああ、ただいま、もしかして夕飯作ってくれたのか？はい、簡単なものですが、とはもうお腹空いたみたいだったので。なかなかいけるよ。とテーブルについてホワイトシチューを口に運んでいたトアがぐっと親指を突き立てていた。先輩の分もありますからぜひ食べてください。なんだろうな、このなんかね、奥様感若奥様感がすごくて、なんかすごいキュンとくるよね。キュンキュンするよねなんかいつも悪いな、助かるよ。何言ってるんです、先輩たちと私の仲じゃないですか。みひろ、あとで何十倍かにして返していただくので大丈夫ですよ。いや、それ全然大丈夫じゃないんだけど。安心してください、金銭なんて要求しませんから。え、それってまさかまた体で返してもらうとか言うつもりか。それは勘弁願いたいんだが。ん？お店を手伝ってもらおうと思ってたんですが。先輩、何やらしいこと言ってるんですか？欲求不満ですか？いつもの自分の見当を思い返してみようか。はて、ねえとは、私そんなやらしいこと言ってたっけ？はて、記憶もないね。妹が完全にシチューで買収されてる。はぁ、もう何でもいいや。シチューありがとな。もらうぞ。あれあれ先輩、ため息なんてついてどうしたんです？元気ないですね。何かありました？何かあったかというと、今日はイベントを目白押しだったんだが、桜木とのことを別に秘密にするようなことじゃないし、話していいか。実はな、今日あったことを話し終わる頃にはシチューも平らけ、俺たちは人心地ついていた。私たちの知らない間にそんな楽しげな体験してたんだね。どこが楽しげなんだよ、もう一日緊張しっぱなしだってって。持ち物検査に始まり、桜木の呼び出し、実に心臓に悪い日だった。で、結局アーシにも漫画のこと話すことにしたの？約束しちゃったし、そのつもりだ。大丈夫？エッジ方面は潔癖そうだよ、アーシェ。それなんだよな。今日聞いた時も嫌いよって即答だったしな。それさえなければすぐに話してるんだが。先輩、甘いですよね。甘い？何がだ？女の子の言葉が全て本心とは限らないってことですよ。どういうこと？口では嫌いと言いながら、実はエッチなことに興味津々っていうパターンもありえるじゃないですか。桜木が？まさか。エッチな漫画を夢中で読みふける桜木。ちょっと想像できないって。試してみるのが一番いいと思いますけどね。アーシェさんに実際漫画を見てもらえば全てがはっきりするわけですし。そうだな、実物を見てもらうか。確かにそれが一番かもしれないな。どうするつもりかな4月30、もう金曜日か。じゃあす、放課後生徒会室に入ると桜木以外のメンバーが揃っていた。また桜木とすれ違ったか。桜木に呼び出されてから数日経ったが、彼女は彼女で忙しいらしく、最近生徒会室に行ってもすれ違うことが多い。そのせいでなかなか漫画の話を切り出すタイミングを見つけられずにいる。
ここ数日説明用にテレスクをカバンに入れっぱなしにしてるんだけど、これを使う日はいつになるやら。お？と思っていると、何やら生徒会室の隅からただならぬオーラが漂っているのに気づいた。そのオーラを垂れ流しているのは、どうしたの会長会長、うん、どうしたんですか、大丈夫ですか、うん、うん、ダメだ、まるで人形に話しかけてるみたいだ、会話にならない。俺は三広の隣に腰を下ろした。なあ会長の様子なんだかおかしくないか。ですよね、さっきから話しかけてるんですが、ずっとあの空で。会長は何をするでもなく椅子に座り、中空のただ一点を見つめたままぼーっとしている。いつもの笑顔で朗らかな雰囲気の会長とは似ても似つかない。明らかに変だ。会長大丈夫ですか、具合でも悪いんじゃ。コウキ君、いつの間に。ずっと話しかけてたんですけどね、俺が来たことにも気づいてなかったのか。でもちょうどよかったかも。実は言わなきゃいけないことがあるんだ。何です。どうしたんだろう、改まって言うってことはかなり大事なことなんだろうか。来ちゃったの。来ちゃった、なんか意味深だね。お兄ちゃん今度は何したの。とりあえず俺のせいにするのやめろ。この生徒会室で起こる問題のほとんどはお兄ちゃんが原因だって気づいてないの。気づいてなかったし、そんな事実はない。それで会長、来ちゃったとは。うん、締め切りがね、だいぶギリギリなの。おお、締め切り。それはクリエイターにとってまさに悪魔の言葉、滅びの言葉。どうせいつもみたいにお兄ちゃんの作業が遅れたせいでしょ。これだから地質は。やっぱり先輩が悪いですね。ぐぬ、そんなことはないと自信を持って言い返せないのが辛いとこだ。本当に悪いと思ってるのか。そうだそうだ、誠意を見せろ誠意を。謝罪謝罪。お前らは小学生のいじめっ子か。だが俺の筆が遅いのは事実。ネームを怒らせた俺の責任は大いにあることだろう。ううん、コウキ君のせいじゃないの。遅れるっていうのは私も聞いてたから。ただ同じタイミングで他の仕事がいくつか重なっちゃったから、ちょっと手が回りきらなくって。でもね、今まではなんだかんだ乗り切ってこれたんだ。だから今回もなんとかなると思ったんだけど、見通しが甘かったな。あー、そうですか。そういえば会長、鹿くん先生は漫画だけじゃなくていろいろ掛け持ちしてるんだよな。かなり綿密にスケジュールを切らないと普通はやっていけないはずだ。それなのに俺の作業が遅れたりしたら、その計画は破綻してしまう。考えるほどに罪悪感が。そうだ、会長、前には約束しましたよね、いざという時は手伝うって。俺の原稿が遅れることによってこれまでも会長に負担をかけてきたはずだ。ならせめて助力できる機会がある今こそ少しでも力になれるなら助けになりたい。俺何だってやりますよ。やれることは少ないかもしれないですけど、会長を助けられるなら。ん？先輩にしてはかっこいいこと言いますね。だろ？自分で言わなきゃだけど。だろ？でも二人だけで間に合うんですか？手が足りないなら私も手伝いますよ。本当か？困った時はお互い様です。それにカオル子さんがどんな風に作業してるか気になりますしね。とは。え？
とわも一緒に手伝おうよ。鹿くん先生がお仕事してるところちょっと気になるでしょ。まあそうだね、わかった、手伝うよ。とわ、あのとわがあっさり 手伝いを申し出るなんて、俺の知らない間にとわも大きくなっていたんだね。お兄ちゃん嬉しい。お兄ちゃん、なんだ自慢の妹よ。今日のご飯は芋のフルコースね。なことだろうと思ったよ。だとしてもとわが協力を申し出るなんて生徒会に入る前はなかったことだ。態度には出さなくても少なからず会長のことを好意的に思ってるってことかな。前々から鹿くん先生の絵は好きだって言ってたから、それも大きいのかも。3人とも本当にいいの？他ならぬカオル子さんのピンチですからね。いつもみんなのことを助ける側なんですから、たまには誰かを頼っても罰は当たりませんよ。みひろの言葉に俺もうなずいた。ありがとう。それじゃあお言葉に甘えちゃおうかな。ええ、ガンガン頼ってください。それでいつ頃集まります？ギリギリなんだから今日にでも取り掛かった方がいいですよね。ううん、締め切り自体は日曜日なの。だからみんなが手伝ってくれるなら明日からでも大丈夫なんだけど、どうかな？了解です。一応両親に確認は取りますけど、私は多分大丈夫ですよ。俺も空いてるんで行きますよ。とわも大丈夫だよな。いいけど、暇って決めつけられてるのは面白くない。どうせ家にいたってネットかゲームしかしてないだろ。まあね。なぜ誇らしげ。そういえばアーシェさんはどうするんですか？漫画のことまだ話してないんですよね。ああ、そうだな。もし話すとしたら会長の手伝いをするこのタイミングが最良だろう。なかなかタイミングが合わなくてな、ここらで話しておきたいんだが。あ、私がエッチな絵を描いてるって知れたらアーシェちゃんに幻滅されちゃうかな。桜木が会長に幻滅してるところか。いかん、全く想像できない。うん、一切心配いらなそうだ。俺の方は何て言われるか分かったもんじゃないが、その桜木に関してなんですが、実はこの間ちょっと一悶着ありまして。ん？何かあったの？俺は会長にこの間桜木に呼び出されて俺たちの関係について問いただされたことを話して聞かせた。なるほど、そんなことが。話すって約束したのはいいんですけど、ちょっと桜木の反応が怖くて二の足を踏んじゃってるんですよね。そっか。うん、わかった。というと会長はすっくと立ち上がった。会長？私たちの漫画のことアーシェちゃんがどう思うか確かめてみよう。そう言って会長はカバンからスマホを取り出した。